何か入りようかね。またな。ブラックソーンのところへ行こう。ブラックソーン、材料は集まったか？なあ、おかげさまでな。星のクズも他の材料も支度できた。いい気分転換になったよ、クライブ。またいつか二人で仕事をしたいもんだ。よし、俺はミスリルの鎧を作り始めるとしよう。出来上がるまでしばらく時間がかかる。他に用があるなら先にやっておけ。ありがとう、ブラックソーン。ミドに知らせておく。俺たちも自分の仕事に戻るわ。また何かあれば呼んでくれ。ミスリルの鎧はなんとかなりそうだ。ブラックソーンが作ってくれているよ。よかった、これで一歩前進。それで次は何をすれば？次はミスリルの兜を頼む。こいつには空の文明の遺物を使う。遺物はとても頑丈だ。人が手を加えることなんてできないぞ。大丈夫、そのまま使うから。そのまま？ちょうどいい形と大きさの遺物に目星をつけてあるんだ。うちの助手を使って回収してきてもらえるかい？やってみよう。シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですがミスリルの鎧を通しただけでは船全体が逃げた熱にさらされてしまい大変危険です。そこでミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜はその排出先を制御するとともに、熱を滞留させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる空の文明の遺物ならではの構造と言えるでしょう。また海溝部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで熱によって水が気化、急激に膨張し機関ごと船体破裂の危険が。わかった、その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う遺物を回収してくるよう頼まれた。その遺物はどこにある？はい、
ロストウィングから続くロベール林道に。ですが最近あの辺りに凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございます、シド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、こちらに。頼んだ。よっ、片付ける。シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくその辺りにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。あそこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。Yeah!
片付いたな。さすが指導、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って異物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。エディータはもう難しい本を。さてどうするかな。ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。まもなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ。ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい。必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。調子に乗ってエールを出す。ハルポクラテス、今話をしても。なんだねクライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。
特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかし、この必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと？この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレクに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投封することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる二つの薬剤を生かすにはそれを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かる、ハルポクラテス。月の雫と装甲、手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ。月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、原料の買い付けを頼むぞ。さて、分担はどうするかね。ええ、わかった。ところで、何が必要なの？文書に書かれておったのはこれらの品だよ。ニンニクに冷たがい。他の原料もそのあたりで買えそうね。昔の薬剤って言うからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々。ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。クライブ、行ってらっしゃい。ジル、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。タルヤを探そう。オリフレムにも出るたまりができたって噂だぜ。まったく、ドレイクヘッドのあった5年前はもっと。魔法でしっかり冷やすんだ。久しぶりに来たわね。タルヤ、ここにいたのか。ああ、クライブ。
いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから、二手に分かれた方がいいわね。分かった。俺が買うものを教えてくれ。クライブはニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。何が欲しいんだ？この品だね。もっと安くしろよ。売れ残ってんだろ。やあ、お兄さん。毎度あり。こんなところか。タルヤと落ち合おう。セントさあ、肉はどうだい？果物はいかが？まだまだ新鮮。どう、クライブ。原料は変えた？ああ、これだ。ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわね。ねえクライブ、少し話しましょうか。そういえば、二人で出かけたのって初めて？言われてみればそうかもしれない。出会って長いのに二人で仕事に出かけることなんてないものね。そういえばマルシェで買い物があると言ってたが。ええ、いくつか薬草が切れてたから補充しておきたかったんだけど、目当てのものは品切れだったわ。だったら後でカローンに頼んでおこう。どうかしたのか？ちょっと思い出してた。以前シドともここへ買い出しに来たことがあったの。確かあの時も薬草が品切れでシドがカローンに頼んどくって。あれから5年か。まだこの間のことのように感じる。あれ、ということは私たちが出会ってからも5年しか経ってないってこと？ずっと昔から一緒にいる気がしてたのに。ああ、俺もそんな気がするよ。タルヤ、いつもありがとう。どうしたの急に。いや、深い意味はない。伝えられる時に伝えておこうと思っただけだ。私も感謝してる。あんたがいてくれたから今の私。うん、私たちがあるんだもの。長いしちゃったわね。戻りましょうか。この原料で月の雫を調合しないと。先に帰って支度しておくわ。手間をかけるな。いいのよ。ハルポクラテスに報告しよう。
調子に乗って。アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた、月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。装甲の方はどうだ？バードルフやオボロスにも協力してもらってな。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？ええ、わかったわ。そうそう、クライブ、二人の時間楽しかった。またいつかね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら、月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく解くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、アルポクラテス。これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソーンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。うん、褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。
装置ができたぞ。ああ、我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックスおじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。ミド、どうかしたのか？エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきてふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができるそんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな、エンタープライズが完成したらクライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか？父さんもきっとそうしただろうから。ありがとうミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れて行くのに随分遠回りになった。ああ、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。ああ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。船作ってるってミド先生が言ってたね。よう、クライブ、お疲れさん。ミドを墓参りに連れて行くってだけでとんだ騒ぎになっちまったな。それであいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。ミドがそう言ったのか？そうだが。クライブ、そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ墓参りをすっぽかすつもりだぞ。まったく。デッキを見てくる。ねえねえ、あれかな。オボルス、ミドを見なかったか？さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気な嬢ちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。何でも急ぎだからってロズフィールド卿の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。おじさんは一体何を？ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。
それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことか。まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼガヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんてこの隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああそうだな。さて俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ローズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ。おっと任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだクライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃあ俺たちだけで先に行こう。シド、いつだったか俺に言ったよな。伝わらない言葉は発していないのと同じだって。でもこれだけは言わせてくれ。フーゴクプカは死んだ。みんなの仇を討ったよ。あの時もしフェニックスの力があればシドもみんなも助かったのかな。フェニックスにも血は覆せない。命には限りがある。だから俺たちは生きなきゃならない。人が人として生きられる世界が来る。その日まで。遅くなったわ。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るためマザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。
自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい数体して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとうカロン。グツよろしく頼む。こちらこそ仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの市場で。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。分かった。ガブ。ああ俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかいシード。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。チョコボに乗って走る。困ったな。シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。言ってみろ。現在御堂工房長が考案した製薬機を仕上げているところでして、これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体は概ね完成しているのですが、最後の材料をどうしても揃えられず。そこでシド、材料の入手に協力していただけませんか。いいだろう。薬の生成がはかどればみんなも楽になる。ありがとうございますシド。何を手に入れればいいんだ。はい、ボムの残骸と呼ばれるものです。昔から不純物を取り除くと言われておりまして、製薬機でも薬をろ過するために使います。この工程は高純度の薬を作るのに必要不可欠ですから、どうしても装置に組み込みたいのです。ただ私もボムの残骸の実物を見たことがありません。古書によればボムキングという魔物の死に際に残る灰とのことですが。つまりそいつを見つけて倒せということか。お察しの通りです。ボムキングは非常に危険な魔物とされています。もしかしたら
サロンのリスキーモブ掲示板に何らかの報告がされているかもしれません。わかった、確認しておこう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。ミドの攻防も掃除。